はい、2010年の第6問ですね。はい、じゃあ問いの意見見ていきましょう。The historian Arius。まあこれ、アリエス。ね。フランス系の名前ですよね、これね。アリエス。ね。まあ何でもいいや。はい。で、argues that the Middle Ages。はい、中世ではどうだったっていう話ですね。で、これまあね、第一段落見てもらうと、これadolescence、あるいは childhood と youth の関係の話がしてありますよね。これがまあ導入です。で、第二段落見ていくと、そのアリエスさんが出てきます。で、この人は何を言ってるかっていうと、まあ特に大事な部分は、thus ってのが見えますかね。thus, the difference between childhood and adulthood was not clear っていうふうに書いてありますね。ということで、子供のね、時と大人の時、まあ、幼年時代と、まあ、その大人になってからの時代の違いはクリアじゃなかったんだというふうに明らかに書いてあるということで、まあ、今の世の中とは違って、この中世の世の中っていうのは、そういうね、違いな、明確な違いがなかったと。ね、子供と大人のね。っていうことが書いてあれば、OK なんじゃないのということですね。はい、1番。Children enjoys helping their parents. Parents の話ではない。で、2番。Parents were, これも関係ない。で、3番。People had only a vague idea about age. はい、vague は曖昧なということですね。うん。ということで、もうこれでしょうね。はい。で、4番。The young had difficulty finding work.これむしろ現代ですよね。うん。ということで、まあ、3番の People had only a vague idea about age が正解です。はい。問いの2番ですね。パラグラフ3はということで、まあ、第3段落ちょっと見ていきましょうか。How did modern perception of childhood and youth develop? One important factor was the growth of trade and the rise of merchant cities as happened in Renaissance Italy. ということで、イタリアのルネサンスで起こったような、そういうね、貿易の発展と、まあ、商業都市、商人の都市ね。まあ、そういった商業都市の rise だったと言ってますね。なので、貿易と、教育の関係がこの段落では述べられてるんじゃないかなと。まあ見ていくわけですよ。そうするとね、実際にね、The importance of providing the youth with the skills necessary for trade was recognized by cities like Venice and Florence. ベネチアとかフィレンツェね。Which set up schools to teach reading, writing and mathematics.で、as European nation states emerged in the 17th century, the need for government officials, うんたらかんたら expanded. でしょ?で、in France, under Louis XIV, for example, increasing numbers of young people studied in the many academies created to meet this demand. ね。このディマンドを満たすために作られたたくさんのアカデミーで学んだと。で、the trend towards more education continued into the 18th century. By the late 18th century, most children were going to school and spending more time apart from adults. ということで、いずれにしてもそういう貿易の必要性からね、たくさんの教育が必要になったということが分かれば、はい、どれがいいでしょうか。まあ、もうここにしか書いてないよね。この trade って言葉が他にどこに書いてある?書いてないよね。うん、3番とかは明らかにこれおかしいでしょ ?decrease がおかしいし。ね。1番も less important がおかしいね。で、4番とか would rather って言われても、そんなん知らない。わかんないよね。はい。ということで、もうこの貿易が教育に結びついたと、ね。いうこの2番になりますかねと。はい。で、問いの3ですね。In paragraph 4, the writer implies that Rousseau's ideas eventually led to laws which なんとか。はい。で、法律の話が出てきてますね。で、これまあ一番最後のさ、第4段落のね、第4段落の一番最後に、By the middle of the 19th century, industrial societies began passing laws to end child labor って書いてありますね。これが明らかにヒントですよね。なぜならそこにも laws、法律っていう言葉があるからね。はい。ということで、end child labor するような法律。子供の労働を禁止するような、終わらせるような。はい。ということで、そこを言い換えてるやつが正解になりますでしょうかね。はい。どれがいいかな。3番。Made the employment of children illegal. ね。illegal は legal じゃないってことね。いるっていう風についてると反対になるからね。illegal は legal の反対ね。つまり、違法ってことですね。はい。だから、子供の雇用を違法にしたと。そういう法律を、に結びついたと。いうことですね。はい。ということで、まあ、この3番がね、一番内容的にはしっくりくるかなと。はい。じゃあ、問4番ですね。パラグラフ5 argues that youth culture emerged because なんとか。まあ、若者文化が出現した理由を教えてくださいということですね。まあ、これ大事なのは、一番最後のね、
but って書いてあるでしょ。but ああだこうだ言ってきましたが、but ね、as the young spent more time with their peers、うん、そこが理由でしょうね。はい、若者が peers は仲間ですね。うん、そういう自分たちと同じような仲間とより多くの時間を過ごすようになったので、youth developed a culture って書いてありますね。若者が文化を発達させたと。うん。まあ、要はね、大学生になってみると、まあ、君たちもね、予定通り行けば大学生になるはずなんですけども、うん、ね、そうなるように祈ってますけども、ね、まあ、暇なんですよね、基本的にね。まあ、理系の方はね、実験があって大変だったりするんですけども、文系行く職は基本的に暇なんで、まあ、遊びすぎないようにね、うん。なんで、そうやってまあ、若者同士が集まっていろんな文化を作ったりとかっていうことになりますよね。うん。ということがまあ、述べられていれば正解かなと。はい。1番、students had greater time to interact with each other.合ってますね。はい。greater time だし、ね。まあ、これが interact with each other のところが、ね、さっきの spend more time with their peers のところですよね。うん。はい。で、2番。students lost their interest in going to school. lost とかおかしいね。3番。university's education was expanding too quickly. はい。4番。young people became more intelligent than adults.どうかね、それはね。はい。ということで、まあ、2、3、4は明らかにおかしいだろうってことですね。はい、1番が正解です。はい、問いの5番です。towards the end of the passage, the writer states that なんとか。パッセージの終わりにかけてということで、じゃあどこだよって話なんですけども。まあ、これちょっと変な問題ですね。うん。で、まあ、問いの4番がパラグラフ5についてなんで、まあ、これは6と7かなというふうに思えばいいと思います。で、6は、これまあ、大人が子供の真似をする。many adults imitate the young っていうのが見えますね。の話。で、7段落っていうのが、これまあちょっと一言でまとめるの難しいかもしれないけども、そうね、コロンがあるとこありますね。They must be ready to make decisions about their futures. これ大人の話ですね。で、それから、learn new skills or start new jobs. うん、ということですよね。だから、大人も子供同様に、勉強し続けたりとかね、いろんなスキルを身につけたりとか、新しい仕事をやったりとか、ね、いろんな決定をしなければいけないような世の中になってきているということですね。なぜなら、その前の文には、that というか、skills which adults have learned may be out of date かもしれないからね。うん。時代遅れになるかもしれないから。ということですね。まあ今の時代、そういうテクノロジーの進化が激しいですから、大人も勉強し続けないと、確かにアウトオブデートになっちゃうかなと。時代遅れになっちゃうかなと。いうことですね。はい。なので、大人はじゃあどうしなきゃいけないのってことなんですけども、見ていきましょう。はい。で、1番。Adults, like the young, now need to be flexible about their futures. うん、これ正しいんじゃないかな。子供、若者のように大人も、将来についてフレキシブルである必要があると。フレキシブルっていうのは柔軟ってことですね。柔軟なということです。だからまあね、いろんなスキルを学んだり、いろんなね、まあ、考え方を学んだり、そうやってフレキシブルに考えてないと、自分の身がやばいということですね。なぜならそういうテクノロジーが進歩してるんで、という流れでした。うん、問題ないじゃないですかね。はい、で、一応他も見ていくと、many forms of entertainment are being aimed at the middle aged. 中年。あ、書いてないですね。はい。で、3番。People should continue to look young by wearing casual clothes. Should. ね。なんでって話ですね。should ってかなり強いですよね。べきだ。なぜってなりますよね。違います。4番。Young people develop new thoughts and ideas to appeal to adults. 若者は新しい考えとか、まあ、考えですね。アイデアを発達させると。大人に訴えるため。大人に訴えかけるため。大人に訴えかけるためにやってるのかな。そこが不明ですよね。うん。ということで、やっぱり1番でいいかな、ということです。はい。じゃあ最後ですね。1から7を分けたら、どれがまあ、ね、分け方として正しいか、ということです。で、ここでは、another という言葉に着目すると一瞬でいけちゃいますね。どういうことかというと、例えばね、第4段落見てください。第4段落の頭。The increasing numbers of students receiving education brought about another important change of attitude. はい。another という風に出てきているということは、その前にも、そのチェンジの理由が書いてあったわけでしょ。まあ、実際に第3段落は貿易の話が書いてありましたね。ということで、第3段落と第4段落は絶対繋がっているというのがまずわかるね。で、ついでに第5段落も見ていくと、a final factor ってあるでし
最後の要因と。だから、この3、4、5は、なぜ現代的なパーセプションが発達したか、そのチャイルドフッドとかユースに関係するね、を述べてるわけですね。その理由を述べてるわけです。だから3、4、5は絶対セットじゃないといけない。3、4、5がセットじゃないといけないということですね。で、もう一つ、another であるところがあります。それは第7段落ですね。Adults have become like adolescents in another way。ということで、6と7がセットじゃないといけないよね。でしょ？別の点で、青年のようだと。大人がね。じゃあ、第6段落は、また別の例が書いてないといけないでしょ？ってな具合で、another をうまく使っていくと、6と7もセットだしってことで、2番が正解になるかなと。